ありがとうございます。それでは今日も天気いいです。まだまだ残暑が残りますが、ワプセ強襲揚陸艦がアメリカへ向かいました。第7艦隊を離れた様子です。 F-35B ステルス戦闘機本格配備の強襲揚陸艦です。強襲揚陸艦の作戦任務の幅が広がったと言えます。それに抑止力効果も増大。原子力空母が必要というわけではなくなってきました。かえって小回りが利く状況だと考えられます。強襲揚陸艦の性能は機動力、ワプスにトランプ大統領が来日した時、演説を見た時、ある種少し感動しました。護衛艦加賀に安倍総理とトランプ大統領が一緒に演説したのも印象的でした。護衛艦加賀にも F-35B が艦載予定です。まあ常時じゃないんですか。その日本に納入される F-35B の前に米軍の F-35B が展開する予定です。クロス、すいません忘れました、クロスなんとか言ってました。自衛隊、航空自衛隊にが展開する前に出雲で実戦的な訓練ができる
状況になっています。もしかすると護衛艦加賀の佐世保基地移動があるかもしれません。そこは、まあ、今後の展開次第でしょう。日本の防衛装備品増えてきていますが、やはり少子化問題でまだまだ少子化問題をどうするか、今後、募集改善の余地があると考えられます。それと同時に少人数での任務遂行が可能な装備品に仕上げていくということも大事だと思います。つまりは頭脳戦ですね。コンピューターを駆使して、いろんな装備を整えることも大事だと考えられます。それにしても暑さが戻りすぎて、本当体が慣れないというか、一旦冷えた体は暑さに弱い。クーラーに慣れてしまうと、やはりクーラーの部屋が良くなりますよね。